ちゃんこバスです。本日紹介するのはニューヨークのタクシーの乗り方ということで、今夜の12時ぐらいなんですけども、ホテルに、ね、帰りたいと思いますので、このイエローキャブっていうのが基本的にニューヨークの市が運営しているタクシーなので、こちらであればね、基本的に問題はないと思ってください。基本的に手を挙げたらね、止まってくれるんで、止まってくれないってことは基本的にやってないか、人を乗ってるか、どっちかだと思ってください。Times Square?One more please. Anime Times Square? Yep.
good. Thank you. Seven. Keep your change. Thank you very much.いかがだったでしょうか。今みたいな感じで、タクシーは手を挙げて止めてもらう、まあ、今回タイムズスクエアって言ってたんで、まあ、分かりやすかったからいいんですけど、まあ、基本的には、何丁目と何丁目みたいな、っていう言い方をしてください。42丁目と57丁目の間みたいな感じで言ってください。そうしないとホテルの名前とかだけ言っても把握してないタクシーの人結構多いんで、まあ、住所調べて何丁目と何丁目の間っていう形でね言うと確実に、つけるかと思います。まあ、あと注意事項としては特にないんですけど、まあ、確実に NYC って書いてある黄色いタクシーですね利用するようにしてください。 Uber はいいんですけどね、この時間にも白タクがいないとは限りませんのでね、乗ったら終わりですからね、それだけ頭入れといてください。今回の動画はこちらで終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございます。